はい、どうもこんにちは、ピアソのゆうです。今回は立派に強化したということで、まあ、どのように変わったのか、戦ってみようかなと思います。アイテム編成が墓守、おもちゃ職人、バーメイド、占い師ということで、今日からね、マルチ戦で、普通に販売開始したようなので、玩具職人、おもちゃ職人がめちゃめちゃ多い。なんか置いてあるな。ということは、ファーチェがおもちゃ職人だ。まあ、追っていきますか。これ意外とね、結構いろんなハンター使ってると思うんですけど、一番使ってるハンターがね、実はリッパーなんですよ。まあ、というぐらいね、昔はリッパーを一番使ってたということで、まあ、どのぐらい変わったか見ていこうじゃないかということで、やっていきますかね。まあ、相当素晴らしい調整が入ったらしいんで、どのようになるかな。一発刃当てる。倒してくるか、倒してくるか。オッケー、倒しちゃったらもうそれおしまいよ。乗れなくね。オッケー、いいね。さあ、こっからですよ。なんかこの玩具職人でさ、あ、これリッパー壊してもあれなんだ、透明化解除されないんだ。これいいね、普通に嬉しいわ。これ壊して透明化解除とかだったらリッパー悲しすぎるからな。さあ、釣っていきますか。よいしょと。で、そこが墓守ね。オッケー、墓守。これ潜ったけどさ、これ絶対刃避けられなくない？避けれる？避けれないね。オッケー、いいよ。今日刃の調子がいいな。さあ、これ今ね、なんと強化のパワーが発動しました。何の強化が来たかというと、なんとね、このリッパー存在感溜まったら透明化するんですけど、それが今までなんとね、透明化中になんか足が遅くなってたらしいということで、それが解除される。これ見て、これ足がなんと遅くならない。いや、素晴らしいね。はい、一体何が変わったのか僕にはさっぱり分かりません。おー、飛んでる飛んでるわ。あ、今ね、すごいね、すさまじい強化が来たかのように話してましたけど、マジでこいつに関してはどんな強化が来たんかマジでわからん。うん、なんか減速がなくなったっていう強化内容なんだけど、マジでわからん、全然。うん、これ実は調整前の動画ですよって言われても俺わかんねえ。あ、そうなんだって感じか。やば、感じちゃうしな。まあ、鬼没は使わないでもまあいいよね。 OK。んで、上解読してたのが一緒にいたから、ここ占いか、逃げた先的に考えて立て直ししてなかったら、おもちゃ職人がいる気がするんだけど、どうでしょうか。占い師かおもちゃ職人か、どっちなんだい。おもちゃ職人さん、追っていきますか。これトンネル対象の人また追えてるのいいんじゃない。しかもいい全体負荷ができてるし、ここは冷静に本体を当てていくと。いいね、なんやかんや。このさ、テンタクルのさ、黄金具合すごくない。最近なんだっけな、画質の設定でどれだけなんか綺麗に見せますかみたいな、そのサイドの調整がさ、画質設定できるようになったんだけど、それマックスにしてたらリッパーのこのテンタクル、金テンタクルの衣装の豪華さ半端ないな。すごいコントラストが効いてて、やっぱいい衣装だなと思うな。はい、外した、生きり合いは。まあでもこれ外しても問題ないんですよ。外したらその道を使って持っていくことによって殴っていくと。みんなリッパーの強み何か知ってる？リッパーが一番強いのね。この風船殴りだから。これやばいな、殴れるんじゃない？よし、さすがにダメか。いや、ペンチ振ってくればよかった。そのリッパーにペンチマジで強いからな、振ってくるべきだった。みんなね、この足の速さとか透明化の視線隠しが強いと思ってるかもしんないけど、それは無理よ。実はね、リッパーが一番強いのは風船殴りなんですよね。いやー、ペンチ持ってくればよかった。まあ、とりあえずこれで、おもちゃ職人飛ばせて、バーメイドが回復しちゃうな。それだけちょっともったいないけど、どうしたもんか。回復した。向こう側の暗号機誰か回してるから、あそこが墓守かな。バーメイドが回復しに行くかどうか、それだけ気になる。回復するしてはないけど、あ、でも OKOK、 2人いる、2人いる。墓守これ土潜ってくれたから、その間にターゲット変えて、さあ、すんなり痛いにはいかない。冷静にね、冷静に一発与える。さあ、すでに存在感マックス。向こう側は占い師いるな。占いはもう袋使ってるから全然大丈夫。これ間に合うか、間に合ういやー、なんか今ね、そんな気が一瞬したんだよな。もしかしたら間に合わないんじゃないかっていう、そんな気がしたけど、さすがにダメでした。まあ、気を使うか。で、向こう側まだ増してて、墓守潜る時間長くね。こんな潜る、めちゃくちゃ瞬間というか、タゲチェーン警戒するじゃん。ようやく出た、ようやく出たな。こっちがとりあえず回ってる方の暗号機に寄せていきますか。さすがにまだ上がんないっしょ。結構回ってるけど危な。よしよし、ここ寄せなかったらもう上がってたな。さあ、こう板破壊して、そう、いるくね。いるよね。ここは貫通するんですよね。さあ、どうしたものか。救助来るかな。回復、なるほど。めっちゃ土潜ってたからな。どこだろう。最果ての2階建ての方か、墓場の方かっていう感じ。多分最果ての墓場の方だとは思うんだけど、どうだろうな。
まあ待っていいかなこの感じは。うん、シンプルに救助来るの待って、来たら来たでまた占い師風船にして殴ろうか。そこか、カラス待ってる。あ、なるほどね、ロボットで回復したのか。でもこれまずいんじゃないですか。リッパー相手にこれ救助できるのかな。2発目間に合っちゃうよ。1発与える、もうダメだこれ。熱いよ。はい、これがリッパーの風船殴りと。 OK、 まあ2戦目遊んでいこうかなと思います。さあ2戦目遊んでいこうかなと思います。俺が思うね、リッパーの強化案は、これリッパー全盛期に見えて、全盛期のリッパーってもっと強かったよね。このスタイル、霧の都が消えた後って刃の道が残る時間がもっと長かったりとか、その刃の判定の広さが変わったりとか、そのリッパーの攻撃判定が背中側ぐらいまであったりとか、まあいろいろするんですけど、やばい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 、リッパーについてなんかすごい物知りっぽく語ってたな。やっちゃったな、すごいダサい外し方した。てか今回やばいな、全員おもちゃ職人なんだけど、やばすぎないこの編成。グライダー使ってないか、普通にジャンプしただけ、そんな感じか。さあ板倒しには来ない、こっちが行ってるな。これも即死取れちゃうくない。 OK、 これは刃 OK、 ナイス。さあ、まあということで、さあおもちゃ職人な、救助強いんだよな。まあ向こうら辺適当に釣りますか。で、まあ、俺が思うリッパーの共感は、その刃の道の持続時間をもうちょっと伸ばしていいと思うのと、あとはそうだな、刃のクールタイムだよな、20秒に1回っていうのがな、まあでも、18秒かな、18秒。なんか置いてある。なんか、おもちゃめっちゃ落ちてる。はい、壊す。うん。多分ね、15秒とかにしちゃうと結構強くなる。から、まあそうだね、15、まあ15はちょっときついかな、18かな、刃のクールタイムを18秒で、その刃の道の持続時間を前に戻す。まあ、刃の進んでいくスピードとかは別にまあ今のままでいいかなっていう感じがするかな。うん、まあそんなもんかな。はい、ナイス救助狩り。こういうとこ強いからな。まあやっぱその、リッパーって強いんよ。強いけど、リッパーに対して強すぎるサバイバーがもう増えすぎちゃったからきついんよね、結局リッパーって。よし、とりあえず今度こっち側を寄せてもう一回さっきと同じ作戦しよう。救助来てないかもしれないけど、来てないか、来てるね、下ろすか。さあまあまあ整ってきた。あ、今刃振ってから持ち上げればよかったな。あ、一発殴る。これもがかれないじゃん、これもがかれないじゃん。 OK、 ですぐ、あ、ちょっとまたもがかれたんだけど、まあでもこれ飛んでるから結果オーライト。さあ素晴らしいよ。さあ檻の獣でめちゃめちゃ短いスタンでナイスエヴァ。これも監視者でここを置きながら守ったらいいかな。リッパーはどうなんだろうな。多分これで修正終わりじゃないと思うんだよな、さすがに。うん、多分普通に今回リッパーはまあとりあえず微調整ぐらいですよっていう、まあ最適化に近い感じの調整だから、まあそれで終わるっていう気持ちだったらあれだけど、さすがにもうちょっと強くていい気もしなくはない。さあ向こう側いるね、もう一人飛んでくるからな。どっから飛んでくるか分かんないからな。なんか近く飛んでたら矢印マークは出るけど、結構離れてたらその矢印マークも出ないから、今飛んでたかもしかしたら。わかんなかったな。さあいつでもいい、いつでも来い、狙ってる、ここだ。さすがに、さすがに甘い刃すぎた。まあ普通に一発殴ります。おい。はい、出た。リッパーそうだった、忘れてました。おあー、間に合うのか、それ間に合うの強いな。そのタイミングでおもちゃ使うの、めっちゃ落ちてる、めちゃめちゃおもちゃ落ちてる。これは冷静に一発やればで、どっちか知らんけど、なんか知らんけど殴った。 OK、 これ殴ったのがトンネル対象の人かな。この人はフレンドさんですね。この人はフレンドさんのサバイバーだね、一人だけ。他の人は知らないから、野良なのかな、わかんないけど。さあとりあえず釣っていきますか。よし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 。え、この人がもう飛び、まだ半分あるか、まだ半分あるか。さあ透明化していきますか。で、あとあれかな、その、存在感マックスになったら透明化する秒数が、ちょっと短くなってもいいんじゃないって思う。刃がさ、刃の道の上歩いたら、3秒とかで透明化できるけど、存在感マックスになったら刃の道走んなくても、もう少し早めに透明化できるとかだったら、もうちょっと強いかもねっていう感じが個人的にはしますね。よし、まあということで、今回は立派に久々に遊んでみたということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。